のりさんの動画見た、クソバズってる。あ、見た。あれめっちゃおもろくない？あれだろ、夜道歩いとったら畑のかかしめっちゃおるやつやろ。あれ俺普通に5チャンネル見ようって回ってきてさ、ほんでなんかその配信者が夜道を歩いている時にビビっていると話題にみたいなんで、え、どれどれ、のりさんって知らずに見たんやな。え、何これ、おもろ、聞いたことあるな、誰の声やったっけなこれ、誰やろってページと、のりやないかこれってなって、めっちゃおもろかったわあれ。俺5、6回見たよあれ。赤ちゃんみたいに笑いおった、毎回新鮮な笑いでって笑いおった。5回見て、5回、それでむっちゃおもろかったわ。リアクションが最高。じゃもう一回見して、ほんまに見して見して見して、ほんまにマジ見して、見てねえ人おるやろ。1日1回見てええぐらい。ちょっと待ってよ、これ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 な、まずのビビらんやつおるのからの、待てよ。びっくりした。ああこれ、ああマジビビった。心臓止まるかと思った。これだ、何がええってわかる？一番。ふう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 のあの呼吸困難になっとるとこが一番おもろい。じゃもう一回聞かせて。ここもおもろいんだけど。ここ、ここ誰かに布かなんかでグッてやられてるやろこれ。ここが一番面白い。ほんまにおもろいこれ。マジでおもろい、最高、グッジョブ、スー差し上げます。